こちらアメリカのモンマスパーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。スカイアイディア、好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくスカイアイディア行きました。続いて前へ行くのはオレンジキャロット、さらにはラインダンジング、連勝中のダッシュスイス、その後ろオータムアワー、後方に控えました。もう一度先頭から先手を取ったのはラインダンジング、並んで連勝中のダッシュスイス、ギャロップカラーズ後位をキープ、これに続いてスカイアイディア、並んで前哨戦の勝ち馬イタリアンジョイ、オレンジキャロット、この馬もこのグループチャペルガリバー、それに続いています。並んで9番キャピタルキャンディー、この辺りで各馬第1コーナーに向かっていきます。もう一度先頭から先手を取ったのはラインダンジング、ダッシュスイス、それに続きます。好位置をキープしています。ギャロップカラーズ、間が空いてイタリアンジョイ、その隣にオレンジキャロット、これに続いてチャペルガリバー、白の帽子カメリアラセーヌ、その後ろすぐ隣にスカイアイディア、ブランドバーリン、それに続いていますオレンジの帽子レガシープリンス、その後ろサンライトアスター、すぐ後ろ最後方にオータムアワー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。ギャロップカラーズ早くも先頭、2番手はラインダンジング、ダッシュスイス、3番手さあギャロップカラーズ、このまま逃げ切れるでしょうか。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ギャロップカラーズ先頭、2馬身から3馬身のリード、2番手はダッシュスイス、残り 200m、 ギャロップカラーズ先頭だ、残り 100m 必死に追うギャロップカラーズ、2番手はスプリングマーチ、先頭はギャロップカラーズ、1着でゴール、ギャロップカラーズ1着、2着はスプリングマーチ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。ギャロップカラーズ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。